音楽が物語の感情を盛り上げてくれますからね。ですね。左にもう同じですっていう感じなんですけど。科、はい、<noise> 学の問題で少し頭を下げていただいております。ありがとうございます。 さあ、それでは最後はですね。野田洋次郎さんがこの今回、主題歌と劇中歌を書き下ろしされまして、映画の内容にこうぴったりと寄り添う温かい楽曲となっております。けれども、長澤さんにちょっとお伺いしたいんですが、この楽曲をこう聞いた時のお気持ちはいかがでしたでしょうか、うん。いや、もう本当にあのね。やっぱり音楽が物語のこう感情を盛り上げてくれますからね。あの見進めていく中で。 一番大切な時に流れてくる曲がやはりこう自分の心を掴んでくれるような曲であってほしいっていうのは常々映画を見ている時に感じることであってあの今回この楽曲聴かせていただいた時にとてもこのまあ残された人たち残してしまった人たちの心に寄り添った本当に温かくなるような 気持ちが温かくなるような曲だなという印象がありました。お二人はどうですか。あ,<れ> <laughs> ありがとうございます。そうですね。はい、やっぱり本当に、うん、長澤さんが言った。でもね、本当あのなんか映画の話とかするときに、はい、なんか曲が先に出てくる時とかってあったりするじゃないですか。あ,すね、あのあなんかそれってすごく美しいことだなとも思うし、うん、なんかすごい。 今回はその7人の登場人物がいて、まあ、主にというかでそのいろんな人たちにこう感情移入をして見ていただけるす、はい、田中さんにはでもあんまりしないですけどもしかしたらさんん話してないですねでそうかあんまり田中さんにってなかなか難しいかもしれないですあの立場の人ってなかなかいないだろうからでも、なんかその中,中ですごくもう,もう一色彩りを添えてくれるような。 なんかそんな楽曲だなとは思いましたね。はい、森さん、どうですか？いや、なんかそうですね。ありがとうございます。もう皆さん、あのそうですね。左にもう同じですっていう感じなんですけど。でもなんかあの野田さんがすごい。ファンタジーのイメージも持ってらっしゃる方、いろんな作品やられてて、私もあのアニメーション作品でご一緒させてもらったりとかで、今回ファンタジーの作品をなので、なんかそこの野田さんの？ のイメージがすごいこの現実と夢の狭間に連れて行ってくれたっていうかそれはすごくあってあのファンタジーっていう世界が受け入れやすかったというか、うん、本当にこんな世界あったらいいなと思ってました、えー、聞いて。